川だ、泳ぐぜ泳ぐぜ泳ぎたい。こんにちは、シュウです。今回はですね、ダフネスをキャプチャーしに行きたいなと思います。で、前回ね、動画で確かミルで行こうかなって話してたんですけど、ミルだとね、ミル自身に封印耐性がないから封印が 100% になんないんですよね。まあなんでアヌビスで行こうかなってことで、アヌビスで行きましょう。まあ一応ね、ミルでも封印、アポカリ1体封印持ってるから 50% はあるんだけど、さっきそれやったら封印されたんですよね。で、封印が5ターンじゃなくて10ターンで長めだったんだよ。まあなんでアヌビス安定かな。さあ行きましょう。最初は確か闇厩舎だったよね。まあでもこのダンジョンはそんなに難しいイメージはなかったから、普通に行けんじゃないかな。ボスがね、どれぐらいの硬さなのかっていうのが正直わかんないから、ちょっと怖いな。ワンパンとかありえそうだから。オッケー。落ち込ん！あ、これ倒せんじゃないかな、急コンボでも。オッケー、光に分割入ってたもんね。あー、で今日さ、多分動画公開してる日だと思うんですけど、なんかガンホーさんの新しいアプリの発表があるみたいなんですよね。詳細が出るみたいな。なんで若干楽しみだな。ガンホーってさ、もうさん付けしないけどさ、ガンホーってさ、なんかアプリ出してんのかな？なんかパズドラのイメージしかないんだけど。他になんか出してんすかね？そこら辺全然わかんないんで。お、いいんじゃない？これ。ただ光が入ってないからどうだろう。だから楽しそうだったらね、やりたいなと思ってるんですよね。お、いいね。光入ってないけどだいぶ削れたぞ。今日がね、詳細発表だっけ？確か。なんで詳細が発表されるってことはリリースってなるとまただいぶ先になるのかな。光が全然落ちてこないな。よしよしよし。どうしようかな。次光ないから、アポカリ使おうかな。次の敵なんだっけ？全然覚えてないな。うわあ、この子か。この子見た目超好きなんですよ、あれ。このね、緑がかった炎？これが超好き。そう、ここね、封印来ちゃうんだよね、実弾。なんでミルで行くのやめたんすよ。でも2ターンあるから、一回様子見ようか。緑持ってきて、すげえな、パズルがゴリ押しだな。やべ、あー、光じゃなくて水汲めたね、ここ。落ち込ん！ここはいい落ち込んだけど、多分全然削れないでしょう。よし。で、ここで確実に光入れていきましょう。お、いいね。クロスドロップが結構ある。やばいな。パズルがちょっとあれだな。オッケー、うまい。なんか闇落ちてくんなと思ったら、大国が闇落ちやすくなるやつやってきたのか。ハースドラゴンって確かさ、パズドラ Z？ あれで出た本家にもリリースされた、リリースっていうのかな？実装されたみたいな感じなんでしょ？あんま詳しくないんだけど。お、なんか今音が止まったな、一瞬。ここで終わりだ。で、ここはポカリ使って、若干、闇多いけど、どうしようかな、ここ。普通に組んでこう。いいんじゃない？で、ボスね、どうしよう、アポカリ使おうかな。悩むな。これワンパンできるよね。ちょっと怪しくなってきたけど。やべ、やべ、これやられんじゃない？待って。耐えて、耐えて。
ああ、そうだ、こいつためなんだ、確か。で、どうしよう。アポカリはなしでいけるか。多分いける。よいしょ、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 よいしょ。いいんじゃない？これコンボ数足りてんのかな ?1、2、3、4、5、6、7、落ち込んで8。OK。あ、でもクロスドロップ消えちゃってか。ボス戦は、とりあえずアポカリなしで殴ってみる。前回確かね、ワンパンしちゃったんだよね。だからどんな攻撃してくるかが全くわかんないな。お、いたね。なんかエヴァンゲリオンとかに出てきそうだね。エヴァンゲリオン見たことないからわかんないんだけど。よし。で、ここ使って。いや、でも相手闇属性だからな。全然ワンパンありえんのかな。いや、でもさすがにワンパンはないことを信じて。あ、闇一応待ちにしたい。オッケー、うまい。あぶねえ、今繋がってたね。お、来た。一応最大倍率は出せたけど。止まれ、止まれ、止まれ、止まれ。あ、よし。今回こそは決めよう。これね、7回目ぐらい取り直してるからね、全然にいけないっすよ。とりあえずメタトロン使って、光1コンボ分だから、ここは全力コンボで OK だと思う。よし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 、よしよしよし。光を持ってきて、闇を繋げて、あー、これ盤面最大かな？ちょっと盤面があんまりよろしくないな。落ち込む！来ないかー！いや、これならまだ全力でいっていい気がする。全力でいこう。ちょうど、ジャスト10コンボぐらいがちょうどいいと思うんだけどね。そんなことできるかな。やべ。落ち込ん1個。うわ、光落ち込んか。それはダメだ。光落ち込ん、耐えて、耐えて。うわー。よっしゃー。そろそろキャプチャーしたい。いや、光落ち込んさえ来なければいいんだけどね。結構なんか光落ち込んが来るんだよね。まあ、さすがに今回は来ないでしょう。よし、行きます。うまい。いや、これでね、落ち込んどうだろう。いや、落ち込ん、光落ち込ん以外なら来ていいな。いや、めっちゃいいんじゃないこれ。かなりいい火力調整だと思う。来たー！やっと来た！やっとキャプチャーゾーン行けたよ。これはもらったでしょう。クロスドロップも2個ある。で、アポカリ使って、クロスドロップ2個あるから6コンボでもね、大丈夫ですね。よし、しっかり決めていこう。ここで終わらせます。オッケー、一応盤面最大だね。いやー、いいね、光落ち込む乗ってくる。いやー、嬉しい、これはよ。なんかキャプチャーでも結構きつい分類に入ったな。まあ、アネミスって行くべきじゃないんだろうね、きっと。よし。じゃあ、リーダースキル見て終わろう。古竜のリーダースキル、確か HP 制限あったと思うんですよね。光、光じゃない。火、火、水の古竜たち。HP50% 以上で20倍だったかな。確かそんなリーダースキルだった気がするから、多分闇の古竜もそんな感じだと思う。HP50% 以上で、何倍みたいな。全然違う。闇属性の攻撃力が9倍、6コンボ以上でドラゴンタイプの攻撃力が3倍。27倍か。全く違ったね。読みが全然外れちゃった。
じゃあこれ見て終わろう。別に強くはないね。多分使うことはないんじゃないかな。あ、でもなんかかっちょいいな。ハットかぶってんね。はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わります。バイバイ。